昭和東南海地震は、1944年12月7日午後1時36分から、紀伊半島東部の熊野灘、三重県尾瀬市沖約 20km から、浜名湖沖まで破壊が進行した、M7.9 のプレート境界型巨大地震。単に、東南海地震、または、1944年東南海地震と呼ばれる、ことがある。 また当初は、演習沖洋地震と呼ばれていたが、東海地域の軍事工場が壊滅的な打撃を受けたことを引得するため、東南海地震に変更したとする説がある。1945年前後にかけて4年連続で1000名を超える死者を出した四大地震の一つである。一般に死者、行方不明者は1223名を数えたとされる。 東南海地震震源域で発生した、前回の巨大地震である安西東海地震から90年ぶりでの発生となっている。昭和東南海地震の震度分布減損する数、少ない記録によって、三重県津市、静岡県灰原郡の前崎村、長野県諏訪市で、震度6、近畿から中部までの広範囲で、震度5を観測していたことが確認されている。 観測所によっては、地震の強さが、測定範囲を超えており、震度を記録しきれていないほどである。異常震域の存在が示唆され、敦賀市、福井市、甲府市、諏訪市が、震源から離れているにもかかわらず、震害が大きい。福知村、袋井町など、被害の調査によって、震度7と推定される箇所もあった。また、地震発生後に、 常設の観測点ではない臨時観測点による集中観測は地震発生から2ヶ月を経過してから行われたため地震像の詳細や余震活動については不明点が多い。震度分布は東海地方より西側では1854年の安政東海地震に類似するが、駿河湾周辺や甲府盆地は安政東海地震の方がより激震であった。また、 北海道においても森町及び旭川市で震度1を観測した。また、海外でも地震計などの情報から大規模な地震があったことは認識されている。お前崎では初期微動が17.1秒間、強い震動が3分ほど続いたが、東京でも周期7秒から12秒の長周期地震動が10分以上続き、 地震系の揺れは30から40分間記録されている。竹村は被害統計資料の整理と震度分布の再評価を行い、静岡県袋井市周辺、愛知県西吉野旧や萩川流域などで震度7に相当する揺れが生じていたとしている。この東南海地震と1946年の南海地震は隣接した形で、 破壊の開始点が存在し、紀伊半島沖から東に断層の破壊が進んだ。大田川付近では包みが地割れし2メートル程度沈下したが、これは地震動によるものであった。熊野灘の新宮では0.3メートル沈下、鳥羽では0.3メートル沈下、名古屋では0.25から0.4メートル沈下、厚見半島では0.3から0.4メートル程度の沈下、 浜松では0.3から4メートル沈下、駿河湾岸の清水では0.5メートル沈下した。対して、掛川では0.07メートル隆起、相良湖では0.3メートル隆起、お前崎は0.15メートル隆起した。北西側は沈降、南東側は隆起の経路は、安西東海地震と類似しているが、駿河湾西岸が沈降している点が異なり、 また地殻変動の幅は小さかった。気象庁によれば地震規模を示すマグニチュードは7.9と推定されている。他方、表面波マグニチュード水イコール8.0、モーメントマグニチュード MW イコール8.1、あるいは MW イコール8.2と推定する説もある。地震断層パラメーターは、長さ L イコールロメートル、幅 W イコールメートル。 滑り D イコール3.1メートル、あるいは L イコール110キロメートル、W イコール70キロメートル、D イコール4.0メートル及び L イコール80キロメートル、W イコール80キロメートル、D イコール4.0メートルの2つの断層を仮定する説などがある。地震モーメントは M0 イコール 1.5021nm、あるいは M0 イコール 2.01021nm などの値が推定されている。太平洋岸の県庁施設で記録されていた津波波形を利用した滑り量の推定結果からは、島半島沖に約3メートルの最大の滑り量を生じた領域と、次いで厚み半島沖に約1.5メートルの滑り量を生じた領域があるが、東海地震の想定震源域である。 駿河湾沖の領域が未破壊領域として残された。昭和南海地震の主要な断層モデル、安藤の断層モデルでは、震源域は直線上に広範囲に及び、愛知県三河湾南沖から和歌山県東室郡串,串本町の南東沖に至る南海トラフと並行した線上の地域で発生したと見られている。上述のように、 1940年代の半ばには大きな地震が相次いでおり、この地震から2年後の1946年12月21日に昭和南海地震が発生した。二つの地震は同時発生ではないものの南海トラフにおける連動性があったと考えられている。一方で昭和東南海地震は安政東海地震のように駿河湾王までは 破壊が進行せず、浜名湖南東沖あたりで破壊が止まったとされ、依然、東海地震の震源域が空白域として残されたと考えられている。浜名湖沖で破壊が止まった理由について、農美地震により、南海トラフ川では歪みが増加し、駿河トラフ川では歪みが減少したためとする説がある。また茂木住すは、農美地震により、 東海地震の発生が20年遅れたとする説を発表している。また、紀伊半島沖では、プレート境界の断層滑りが、固着域の下限から、トラフ軸付近まで達しているのに対し、厚見半島沖では、トラフ軸まで達せず、分岐断層が生じたものと推定されている。地震による家屋の倒壊、地震直後に発生した津波により、三重県、愛知県、 静岡県を中心に、推定1223名の死者、行方不明者を出したとされているが、死者数は、重複があり、918名とする説もある。これは、戸籍などの東本が津波により消失しているため、現在でも正確な実数は把握できない。行政機能が麻痺したため、死亡届を出さずに、現在に至っている例も散在する。この地震によって、 関東大震災のような大規模な火災は発生しなかった。これは建物倒壊が比較的少なかったこと、発信時刻が昼過ぎであり火を使っている場所が少なかったこと、天候が穏やかで風が弱かったこと、さらに第二次世界大戦中で人々の緊張が高まっていたことなどが要因として挙げられている。半田市の中島飛行機の山形工場。 名古屋市南区の三菱重工業道徳飛行機工場はこの地震によって倒壊し、それぞれ死者130人、60人の被害を出した。この二つの工場は、紡石工場を買収して軍需に転用したもので、あったが、飛行機工場としては狭く、間仕切りや柱をノコギリで引いて取り除くなどして、空間を確保していた。耐震性を無視した。 海藻工事が倒壊の原因になったとされる。地震後の津波では、新玄域に近い尾鷲市を中心に、熊野灘沿岸一帯に壊滅的な被害をもたらした。三重県、和歌山県沿岸で特に高く、波高は、あたしかで6の8メートル、ガデンで7.1メートル、錦木で6メートル、勝浦で4の5メートルであった。最大波高は、尾鷲市が電地区で記録された9メートル。 1> 第1波が襲った後、家へ荷物などを取りに戻り、第2波に巻き込まれ、亡くなった例もあった。津波被害は米軍により空中撮影された。お前崎においては、地震後、約5分で海水が退りき、地震後、約40分の14時27分に、第1波が襲来し、14時50分、15時0分、15時30分、16時17分と、襲来した。 最も高いのは第3波の15時で19時頃も高かった。熊野灘では地震後10の20分で到達した。津波は伊勢湾にも侵入しているが被害は少なかった。被害地域は広範囲に及びその一部である名古屋市を中心とした中京地域は当時三菱重工業や中島飛行機をはじめとする。 航空機産業の中心地的な存在であったため、軍用機の生産に多大な被害を受けることになった。東海道線は掛川より西側で甚大な被害を受け、大高は周辺では貨物列車が脱線転覆、出火した。転覆した貨車は数十両に及ぶという。直前の8月には、大和瀬付近で小規模な群発地震活動が生じていた。また、 11月に東北地方の太平洋岸や関東地方の内陸での地震活動がやや静音であったとされている。しかし、この程度の群発地震活動や静音化現象は他の時期にも生じており、特段の前兆現象とは考えにくい。ただし、潮位には有意な変化はなかったとする報告がある。また、地震発生直後に実施された名古屋、 地方気象台による調査報告では3日前にネズミが騒いだ湾でアジがよく取れたといった広島に上現象とみられる証言が報告されている。1944年東南海地震に先行し地震活動が活発化した場所がある。本震発生前の約20年間のユーラシア大陸東部地域の浅い地震活動が活発であった。 地震の発生直前に、静岡県掛川市において、プレスリップと見られる現象が、東京帝国大学の今村秋常により、観測された。昭和時代初期に、東海道沖及び南海道沖に巨大地震の、発生が懸念されると予測した、今村秋常の要請に基づき、折しもこの地震の前日から直前まで陸軍、即地測量部が掛川から、 お前崎付近の測量を行っていた。そこで一等水準測量の中で 4mm を超える、通常の測量では考えられない誤差が出現した。4mm という誤差は、地震当日の午前中の測量に集中し、かつ水準儀の不安定が、地震発生十数分前に発生していることから、地震直前に変動が生じた結果であるとされる。そして、これが、 東海地震に落ちの根拠とされる全庁的異常地殻変動である。本震に影響を受け、震源域及び吉震域から離れた地域でも規模の大きな誘発地震が発生している。戦時下の戦局が緊迫した時期に発生した地震で、被害に関する情報は人々に動揺を与え、四季にも影響することから規制された。 1944年12月10日付の三重県内政部長の各市町村長への通知は、これの程度の災害に手指揮を塑うすることなく、迷路心のよへられたる試練として、県民脱手一丸、隣これに対処するという内容で極秘扱いで出された。当時、日本は太平洋戦争の最中で、軍事工場の被害状況などの情報が、 連合国に漏れることを恐れた軍部は情報を統制した。翌8日がマレー作戦、真珠湾攻撃3周年ということもあり、戦意公用につながる報道以外の情報はより一層統制された。地震についての情報は3面の最下部の方に申し訳程度にわずか数行触れただけで、具体的な被害状況は一切伝えられなかった。 伊勢新聞12月8日付長官は、天才にひるまず、復旧震源地点は、演習灘の見出しをつけたが、県下の一部に被害が出たという、極めて小さい記事となっている。一方、伊勢新聞の避難版は、地震の影響からか、8日付は、印刷機械その他故障のため休館となり、9日付は、全避難地方に、強震津波による、被害各地に発生の見出しで、 各地とも相当被害があるとしたが死者数や流出個数などには触れられていない。被害を受けた各地の住民や学徒動員され、半田市の中島飛行機の工場で働いていた学徒らには被害について絶対に人に話さないようにとする戦時統制に基づく通達の厳しい観光令が行政側から回った。そのため、 他の地域からの救援活動もなく、被災地は孤立無援となった。一方、地震は各国の地震計により観測、記録された。そのため、翌12月8日のアメリカ合衆国のニューヨークタイムズやニューヨークヘラルドトリビューンはこの地震について大きく伝えた。ニューヨークタイムズは12月8日付長官で、 中部日本で悲惨な地震として3年にわたる記事を掲載し、12月9日付で、日本政府は大きな軍事施設が被害地区に含まれていることを認めながらも、被害を少なく見せようとしているとの記事を載せている。また、後術の津波被害の資料となるアメリカ軍機による3日後に撮影した航空偵察写真が残されており、 連合国側は特に軍需工場等の戦略拠点の被害状況を注視した。なお地震から6日後の12月13日夜には津波の被害にもさらされ、3時となっている中部の航空機工場を中心とする一帯にアメリカ軍は初めて空襲を行っているが、これが軍需工場の地震による被害を分かった上で言ったとは考えづらい。 また、ボーイング B29 から投下された宣伝ビラは、毛筆で、地震の次は何をお見舞いしましょうかと書かれていたという土屋義夫の証言があるが、上記のように、地震当時は、まだ、B、B-29 による、中部地方空襲は行われておらず、他に、同じような証言が皆無のため虚偽、誤報と思われる。なお、中部が、 連合国軍からの大規模な空襲を受けるのは、翌1945年3月以降の名古屋大空襲であった。東京帝国大学教授の今村昭恒が予想して観測体制を私費で作った。関係市町村に警報を出そうとしたが、届いたのは地震後であった。第二次世界大戦後、地震学者によって調査研究が進められてきた。 1970年代には、名古屋大学教授の飯田久美二が市町村の記録を丹念に集め集計をしている。この地震の約40年前から先立って、西日本における内陸での地震活動が活発になっており、プレートの沈み込みによって活動する活断層による地震が起き、後に南海トラフ地震として本震が発生するのではないかとする研究がある。 1899年の木山と地震、1905年の芸与地震、1909年の姉川地震、1925年の北田島地震、1927年の北丹後地震、1936年の川内山と地震、1943年の鳥取地震など、これら西日本における大きな地震活動が先行して発生している。 公営地震や安静南海、東海地震など、歴代の南海トラフ地震も、同様に、本震発生の40から50年ほど前から、西日本における地震活動が活発化しており、本地震もそれに準拠していたと思われる。また、以上の分析から、兵庫県南部地震や鳥取県西部地震など、近年発生している西日本における地震が、 将来起きる南海トラフ地震の先行した地震ではないかとしている。ありがとうございます。